今日からまた新しい旅が始まります。今日今もう8時ぐらいなんですけど、朝の3時ぐらいに到着しました。今日からですね、また私の新しい旅が始まります。パチ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 今回は一応もう私の中では世界一周は区切りがついて終わっているので、一応番外編ということで、世界一周番外編という旅にしたいと思います。まあ、番外編といってもちょっと数ヶ月ぐらいいろいろ回る予定なので、おい番外編かよっていうところもあるんですけど、一応番外編です。本当はもうこの前の旅行で私の旅は完結する予定だったんですが、なんとバングラデシュのダッカでインドのビザを申請した時に1年のマルチというすごいビザをいただきました。でこのビザは1年の間だったら何回でも出入国してもいいですよっていうようなビザなんですけど、ビザをゲットした時に、あ、なんかもうインドに呼ばれてる、せっかく1年もまた1年の間行けるチャンスがあるんだから、これは行かないとやばいなっていうような気持ちになってその時にもうぼんやり、あ、私はまた帰ってちょっとしたら旅に出るなっていうことを考えてました。で帰って、まあ、3ヶ月ぐらいちょっといろいろして、でインドに行くならちょっと前から気になってたパキスタンも行きたいなと思って、パキスタンからインドに入国することにしました。でパキスタンといえば、私のずっと長年の夢だった北側にカラコルムハイウェイっていう絶景を見ながら通れる、そういう場所がハイウェイがあるので、そこをぜひとも通りたいんで、そうなると、まあ、中国から入るのがいいので、そうするとまあ中国から出発だなってなった時に、あ、中国行くならちょっと、前もですね四川省のチベットの方が多く住んでるエリアを回ってたんですけども、今回は甘粛省とか青海省とかそういうところのチベットの人が多く住むエリア前から行ってみたかったんで、まあそこも行かないといけないなっていうふうに思って、どん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 行きたいところが増えちゃったんですけど、それで中国から出発するという流れになりました。出発がいつにするかっていうのを決めてなくて、で結局チケットはこの出発する3週間前に取ったんですね。なんであんまり安いチケットがなくて、なぜかバンコクに飛んでバンコクからシアに飛ぶというルートを選びました。それぞれ別の航空会社なんですけど、で大変だったのはね、バンコクから出国する際に、あなた中国のビザないでしょ、じゃあ帰りの航空券あるって言われて、え、帰りの航空券なんてないよ、だって私日本のパスポート持っててノービザで15日滞在できるんだから、ビザもいらないし往復の航空券もいらないってガイドブックに書いてあったよって言っても、もうこれはルールだからダメなの、どっちかがないとダメとかって言われて、もうほんとお願いして、日本人はビザいらないんだよ、その例外はないのっていう風に言っても、もうダメって言われて、で結構ギリギリにチェックインしたんで、もうその時点であと10分で閉めるからねって言われて、ってなって、これはもう無理だと思って、とりあえずチケット取るしかないと思って、幸いなことにバンコクの空港は Wi-Fi 飛んでたんで、ネット
頭でわーって見てどのチケットがいいか分からなくて、一応なんかもう日のチケットでもいいって言われたんですけど、格安の LCC のローコストキャリアのチケットにしてしまうと払い戻ししてもらえないので、カウンターの人が某日本の航空会社だったら全額返金してくれるはずだって言ったんで、ちょっと私もそれだったらまだ返金は可能だけど全額本当にしてくれるのかなと思いながら、もう一か八かでそっちを予約しました。すごい高かったんです。中国のある都市から日本まで、まあ、4万いくらのチケット、正規の値段ですね。とにかくそれをバーッと予約して、もうほんと10分でチケット取れって言われたんで、いろんな可能性がねあったんですけども、そんなことも考えてられなくて、もうとにかくパニックのまま、もうどのチケットを取ったらいいかわからないっていうことで、もうほんとギリギリというか、まあ10分ちょっと過ぎてたんですけど、それで取って見せて、その飛行機乗せてもらえることになりました。で、飛行機を待ってる間に某航空会社にキャンセルできないかっていう電話をしたんですけど、それがなかなか繋がらなくて20分ぐらい待たされて、やっと繋がったと思ったら、もうその飛行機の搭乗の手続きがほぼ終わり、もう終わって、はい、あなた最後ですよ、行ってくださいねっていうような時に繋がって、もうすごいドラマみたいな展開だったんですけど、でそこでまあキャンセルしたいっていうことを申し出て、500中国元キャンセル料かかりますって言われて、うわーもう最悪、でももうそれでキャンセルするしかないと思って、まあ500元だからいくらぐらいだろう、まあ8000円前後かなぐらいの損失で今回中国に入国するということになりました。帰りっていうか、まあ、その国を入国する予定の国を出国するチケットを求められたことってほとんどなくて、この3年間ね、特にあの帰りのチケットないと乗せませんなんて言われたこともなかったんで、いきなりこの旅行を再開した瞬間してすぐですね、本当出鼻くじかれた感じなんですけど、まあでもね、長く旅してればこういうこともあるんで仕方ないですね。これ本当に帰りの航空券行ったのかなっていうのは今でも疑問で、だって日本人は15日のビザで入れるし、実際中国のイミグレーション通りも全然帰りのチケットって求められなくてスタッと、もう本当頭パニックになって1日目からすっごい疲れたけど、気を取り直してこれから中国旅行を楽しみたいと思います。またこれからちょっとレポートしていくので楽しみにしてください。バイチェーン、またねー。